はい、やってまいりました。前田工房のクラフト万歳ギターチャレ281日目でございます。はい、今日もやってまいりました。自宅での練習です。昨日はですね、ちょっとね大変な練習をしてしまいましたが、ね、なんとか無事に、音符をしながら弾くというね挑戦、できました。かおちゃん相当嫌がってましたけど、はい、まあもう二度としないでしょう、はい、それではやりましょう。もう練習ね、今日はちょっとウルフルズの笑えればに集中してやりたいと思います。コードですね、バレエコードがやっぱり多くて、指が疲れてきてしまうので、どうやったら、疲れずにやれるか、疲れない位置などを探していければなと思ってます。さあ頑張りましょう。では始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここなんだ。ここがね、このまま糸を、ですね。とにかく笑えば、最後に笑えば、酒ないかえら。これが難しいな。こっちで見ると、後半部分、はい、後半部分でございます。だったらいけるのかな。とにかく笑う、最後に笑う。
まく弾けないな。全然綺麗に音が出ない。てかもう手が痛い。難しいな。あれ？ちょっと待って、4でやった場合、4、あーそっか。ギラメの、逃げたく。せよか。でもダメだ。そうだ、転調した先が誰もが皆いつも満たされない思いを目の奥に抱いたまま歩き続けてゆく。限界です、答えは出ないですね、これバレエコードって、ね、もう痛みに耐えるしかないのかな。まあでも、まあ、力を抜いてやるっていうのはちょっとずつ覚えてきましたよ。よし、ラスト1回いきます。とにかく笑えば最後に笑えば情けない帰り道母と笑えば、
ろまったりして、全てがうまくいくはず、そう信じているのに、なぜか焦ってくらついて、じたばたするけど、全然無理。今ちょっと歌うところ間違えたかな、全部言ったかな、ちょっとわかんないけども、記憶がないぐらい、もうね、2番のお前を好きになってあたりからもうねいつやめようかと思ったぐらい痛かったけど、頑張ってみたけど、あれこれ無理だな、どうしたらいいんだろう。もうね、痛すぎて集中できないんですよ、何にも。ちょっと考えないとな、すっ
ごいもんね。え、調べよう。これはちょっとバレエコード課題ですね。多分こういうことは絶対起きると思うんで、起きると思うというか、これもう自分でこれをこういう風な譜面でいこうって決めたんで、行かなきゃいけないんですけど、もう本当に抑えられない。はい、まあちょっと課題がね、やはりバレエコードというかコードチェンジですね。ここがやっぱなんかストロークをやる、ごちゃごちゃがやる上では上手にならないともう話にならないなっていうのが分かりました。はい、頑張りましょう。明日からも頑張りましょう。はい、こんな感じで今日の練習終わりたいと思います。はい、チャンネル登録の方を、あ、そうです、ちょっとねびっくりしたんですよ。チャンネル登録者数、昨日1日でね急に10人増えたんですよ。今見たら196になってて、もう今までずっと185いかないいかないなんつってね、234でなんかこうやってるんですつって、5ね、奇跡的にこの間5位って、うわーなんて言ってて、でそしたら6になってて、あれこれ見間違いかなと思って、しばらくしたら5、やっぱ5に減ってて、これ見間違いだなとか思ってたんですけど、昨日見たら196になってて、ちょ何が起きたのかなと思ってちょっとびっくりして半信半疑で、まだちょっとなぜ10人急に増えたのか、そして10人増えたのにもかかわらず、視聴回数は一つも増えてないというね、この不思議現象が起きたわけですけど、でもまあね、200人に近づいたというわけで、チャンネル登録の方を引き続きよろしくお願いいたします。奇跡が起きました。はい、いいねやコメントも待ってますので、どしどしお願いいたします。はい、それではまた明日も頑張りたいと思います。見てください。さようなら。